阪神大震災1995年の犠牲者の追悼と復興への願いを込め、神戸市中央区の東遊園地で灯されているガス灯、1.17希望の明かり、明かりの文灯が8日始まった。震災から23年となる17日に合わせた各地の追悼行事で使われる。明かりは2000年に設置された。この日は小中学校など、 約20団体が火をランタンに移して持ち帰った。神戸市立吉田中学校、兵庫区2年の福良龍之介さん、14、は、ずっと灯されている特別な明かり。17日は、震災のことを考えて過ごしたいと話した。兵庫県淡路市の北段震災記念公園では、神戸の壁が、ライトアップされた。23人が、 壁の前に立って腕を水平に伸ばし十字架になぞらえた影を壁に投影した。神戸の壁は神戸市長田区の公設市場にあった防火壁で神戸大空襲と震災の対価に耐えた。9年から同公園で展示されている。ライトアップは同公園や市民団体リメンバー、神戸プロジェクトが企画した。点灯は17日までの午後5時半同10時。 街鳥り渡るし、登り口をさむ。